常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったらね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録、最後にねコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいんですが、ウクライナ情勢、アップデートです。現地時間でですね夜が明けまして、今ですね明け方の5時半ぐらいですかね、いろんな動きがありました。まず夜中にね、紫外線がどうもあったらしくて、まあ、これも未確認情報なんですけど、キエフ、まあ、キーウね、キーウの、ペレモヒ通りというところで、ロシア軍の攻撃を、まあ、ウクライナの部隊が、まあ、格好撃破して撃退したというニュースが、まあ、現地時間の夜中にあったんですが、今ちょっと不穏な動きがありましてですね、ロシア軍がですねベラルーシ南部に100機以上の戦闘ヘリとか輸送ヘリを、まあ、集めているらしいんですね。でこれおそらくヘリボーン作戦をやる、まあ、予兆じゃないかと言われています。でロシア軍ってまだ全戦力の3分の1しか投入してないらしいんですよ。なんで3分の2を投入してないのか謎なんですけど、まあ、おそらくこれはウクライナの防空システムがまだ完全に死んでないということで損耗を恐れて後ろに控えてるのかもしれないですし、もしくは3分の1ずつローテーションで戦争しようとしてるのかもしれないし、まあ、よくわかんないんですが、でその、まあ、3分の2の戦力まだありますの でこれをですねヘリボーンで、キエフに、キーウね、キーウに投入してくるのではないかと。でもし投入してくるならば、市のですね西側ですね、ポーランドの方から補給が来ますから、西を完全に包囲して、まあ、キーウを完全包囲してしまうと、まあ、弾薬尽きたらそこでゲームオーバーですよね。どうもそれを狙ってるんじゃないかなというふうに見えます。ということでウクライナ軍は前線はしてるんですけれども、だいぶですね弾薬も尽きてきたし、あと、まあ、ロシア軍がまだ3分の1しか戦力を入れてないというあたりをですねちょっと織り込まないといけない状況になってきました。でそれに関連してですね、これも、まだ未確認情報なんですけど、キーウのですね、南西、やっぱ西ですね西のですね、バシリスキーウっていうところかな、そこにですねロシアの空挺部隊が降下したという未確認情報が入ってます。これは今ウクライナ軍と交戦中ということで、まあ降下する前にね飛行機を落としたかったんですけどちょっと落とせなかったのかな、まあ、結構でも大型の飛行機のね撃墜情報が相次いでるので、まあ、空挺バンバンロシアが繰り出してるのかもしれません。状況についてはまだちょっと予断を許さない感じです。はい、ということで、ウクライナ軍前線はしてますけれども、ロシアの今波状攻撃を受けてて、まさにですね、今日、まあ、今日一日かな、もしくは明日かな、あたりが山かなと、いうことで、で今ウクライナ軍はですね、まあ、キーウに立てこもって戦うということでやっているんですが、そのですねキーウにもですね、敵の工作員の影があります。これ、読売新聞、キーウに潜伏するロシア工作員、破壊工作など準備か、高層住宅の、屋上に投光機が置かれたというニュースです。で、ロシア軍の工作員がですね侵攻に向けた破壊工作などの準備を行っているということで、ウクライナの治安当局が市民に注意を呼びかけています。で軍や領土防衛隊に扮したロシアの工作員を拘束したと相次いで、発表されていると。でさらにですねその、まあ、建物の上に投光機なんかを置いて、まあ、爆撃の目印にしようと、しているという可能性もあるということでございます。でこの後はちょっとねプロに聞いた話なんですけど、まあ、このヘリボン作戦ね、まあ、やるにしてもですねまだスティンガーミサイル結構いっぱい残ってるみたいなんですよね、キーウとか、まあ、ウクライナ軍には。でスティンガー撃たれるとねヘリはすごい弱いんです。なのでスティンガー撃てないように一回ねこう爆撃で地ならし、まあ、場合によっては無差別爆撃ですよね、地ならししてで相手が出てくる前にそこに、まあ、ヘリボンで降りるみたいなことは作戦としては一応理論上は考えられるそうです。なのでこの後ですね、まあ、もう精密誘導弾ないですから、まあ、西側のどっかのエリアに無差別爆撃して、まあ、ヘリボンで150機ねヘリ来てブワー降りてみたいなことがあるかもしれない。果たして、ポーランドからのですね、このスティンガーの補給が間に合うかどうか、まあ、今こういうですねせめぎ合いに、まあ、なっていると、いうことでございます。非常に厳しい状況ではありますがウクライナ軍まだ奮闘してます。まあ、その奮闘してる中でさらに揺さぶりかけるということで、マリウポリとかね南ですよアゾフ海面下とかねあの辺にですね着上陸作戦の噂が相変わらず出てますね。これも陽動かもしれないんで何とも言えないんですけれども、まあ、主力の東はね完全にまあ完全にというかまあ一応膠着状態でね抑えたんですけれども、まあ、南と北からこの陽動で来てたやつがですねちょっとガチで今攻めてきていると、いうことで、まあ、キーウもですね包囲される寸前に今なってるんですが、なんとかここ耐え忍んで頑張ってもらいたいなと、思って見ております。まあ、いずれにしてもですね、無差別爆撃の可能性ゼロではないです。それから、ヘリボーンの
攻撃が来るかもしれない。まあ、ウクライナ軍なんとかですね、アメリカから供与された、対戦車ミサイルね、ジャベリンと、それからスティンガーね、対空ミサイルで、まあ、こういったですね、敵の車両とかね、航空機撃ち落としてですね、頑張ってはいるんですが、まあ、まだわからないです。戦闘はどうなるかね。まあ、ロシアがまだだから3分の1しか力を使ってないっていうところが非常にちょっと気になるところですね。まあ、とはいえロシア軍の士気はね結構低いみたいですね。なんでこんなところで戦争やらされてるんだみたいなの結構あるし、あと背後でね反政府デモがものすごい今盛り上がってますよね、ロシアのね国内でね。でこういうのも全部 SNS で、現場の兵士もですね情報取れてるので、なんかちょっとやる気をなくしてる人も結構いるみたいですが、まあ、とはいえですよ、あんまりそういうね他力本願じゃダメなんで、ウクライナ軍はですねもう自力で戦闘していかなきゃいけないと、いうそんな状況ですね。はい。であと国連安保理の方がですね、ウクライナからの完全撤退ね、これをまあ要求する決議、まあ、否決しました。でこれなんで否決したかというと、常任理事国っていうのがいてね、まあ、アメリカ、イギリス、フランス、そしてロシア、チャイナですけどね、はい、アメリカ、イギリス、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、チャイナですね、5カ国ですね、はい、この5カ国のうち1カ国でもですね反対すると、拒否権発動すると、他の全員が賛成投票してもおじゃーんってダメなんですよ。なので、まあ、このロシアの非難決議は否決されちゃいました。でチャイナはですねひよって、棄権したみたいですけれども、まあちょっとねこれもね安保理がもう機能不全に陥ってるので、でロシアがそもそもね安保理の議席を持っているその正当性があるのかっていう問題もですねありまして、ソ連が崩壊した時にロシアがその地位を継承するってなんか事務局が勝手に決めた見解でね、本当にその、まあ、今の座にいていいのかどうかってことには結構疑問があるということで、この間ねウクライナの代表がね国連でそれ言ったらしいんですよ。でまあこの件も含めてね安保理がまあこれダメだって決議すれば、まあ、国連の集団的、安全保障、ね、集団的自衛権発動ですから、まあ、国連軍が介入できるかな、まあ、分かんないですけどね、まあ、ロシアが核で脅してるんでね、まあ、今そんな状況です。だからなんでロシア一国の反対でね安保理の決議潰れたのって思ってる人いるかもしれないですけど、安保理の常任理事国はですね一カ国でも反対すれば全部潰せるというね拒否権を持ってるということをねちょっと頭に入れておいていただけるといいかなというふうに思いました。はい、ということで、今ウクライナ軍ですね、まあ、前線はしてますが苦戦もしてます。まあ、ロシア軍は、まあ、予定よりもだいぶ苦戦はしてるんですが、ただロシア軍はまだ3分の2の戦力を温存しているというねこの現状、これを見てですね、まあ、非常に状況は厳しいと。まあ、ここ 2,3 日のですねこのまあ キーウのね攻防戦が、まあこのちょっと戦況を2つに分ける、今後ね、まあ、このどちらかの分かれ目になるかもしれないなというふうに見ております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はねぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にですねぜひねコメント欄にね感想、そしてね、ロシアのスパイに負けるなというね応援のメッセージを書いていただけると嬉しいです。ゴー。